はい、こんにちは。速稼塾の久保でございます。今回はね、等身大美少女フィギュアというテーマでお送りしたいんですけども、ご覧いただいているようにね、右の方に大きなセーラー服の女の子映ってますけども、これ1分の1だそうなんですよ。ですんで、家に置くとすごい臨場感だと思うんですけどもね、実際に一人の人間がそこに立っているみたいな感じですから。で、こういったものが結構ね、たくさん作られてるみたいなんで、今回リサーチしてみたんですけども、このアニメのキャラクターとかが多いですよね、こういう風に。これもたまに見かけるんですけども、これも1分の1だそうで、こういうのが展示されていて、まあ価格もね、やっぱり数百万っていう単位らしいんですよ。で、まあ1体しかありませんからね。でか、こういうのもなかなか人気なんじゃないですか。こういうなんかね、忍者みたいなやつとか。あ、こういうのもなんかね、アクティブでいいですよね。これも1分の1ですかね。という感じで、様々1分の1。まあこれはちょっとミニサイズだと思いますけども。あ、これなんてなんかあれじゃないですか。なんと言っていいのか。庭に置いといたらどうですかね。庭に池とかある方。これも1分の1ですかね。まあこんな感じで結構リアリティ、あ、これなんかすごく質感があっていいじゃないですか。こういった1分の1のフィギュアが出ていて、なんだろうかこれはって思う方ももしかしたらいるかもしれないんですけども、今回ね、動画にさせてもらったのが、こういったフィギュアのなんか需要って実はね、昔からあったっていうふうに思うんですよ。というのが、これですね。戦国武将の甲冑ですけども、こういったものって、なんかね、立派なお屋敷の玄関とか、なんか、置いてないですか？床の間とかに。多分これの現代版がこういったものなんじゃないかなと思うんですよ。で、かつてはこういうものを家に置いてね、それなりになんか箔をつけたと思うんですよね。うん。こういうのを置いてる家も少なくなりましたけども、実際に一体が今、数百万とかすると思いますし、こういった甲冑のレンタルはあるみたいなんですよ。例えば月に2万円ぐらいでこういうのを展示の会場とかね、自宅とかに玄関に置くみたいなのもあるみたいなんですけどもね。ただ置くだけですよ、絵画みたいに。で、こういうのを眺めて、おー、いいなーみたいな感じで見つめていくのは、まさにこういった美少女フィギュアをね、1分の1にしてこう眺めてね、なんか癒されたいみたいなのがあるのと同じぐらいじゃないですか。あ、これ198万円だそうです。だから200万円ぐらいなんですよね。確かね、甲冑もね、同じぐらいの金額ですよ。2、300万だと思いますよ、こういうのも。で、何に対して癒しを感じるか。ね、そういったものは人それぞれなんですけども、まあ、昔はこういった甲冑を飾るのが、ちょっとね、意義深い箔をつけるものだったかもしれませんけども、まあ、文化の多様化というか、いろんなものが再現できるようになった時代というかね、こういった、まあ、可愛い女の子をキャラクターにする。あ、これ小学生みたいなのはどうですかね。まあ、こういうふうにいろいろとね、変わって、あ、これはちょっとどうなんかな。こういったのもいろいろ出てくるのも時代を映してるのかなと思いますね。うん。まあ、ちなみにオーダーメイドもなんかね、高いんですけどできるみたいで、当然、技術的にはできるでしょうけどもね、これができるってことは。芸能人とか、なんかビートたけしをね、こういった等身大フィギュアにした方もいたみたいで面白いですよね。本人の著作権とかどうなってるのかなってのはよくわかりませんけども。はい。ということで今回は、美少女フィギュアっていうのと、まあ、こういった甲冑とかっていうのは、まあ、似たような趣味なんじゃないかなっていうことで、ちょっとこう動画にしてみました。皆さんはどんな風に感じたでしょうか？